まだいるかな、ももちゃん。だよね。とりあえず楽屋に忍び込もうよ。キングさん、待って。よった。往来？どこが？気配ならするよ。盗塁というか、人以外の気配ならね。キングさん、中に入ってるのが人間とは限らないけどね。ももちゃん、ここで何があったの？こっちですよ、早く。待ってください。
逃がしはしない。神田桃、私は…神田桃さん、ワンダー桃に変身してください。え？言いづらいんだけど…無理です。だってワンダーモモはお芝居のキャラクターなんですよ。いえ違いますよ。あなたの心にいるもう一人のあなた、それがワンダーモモなんです。もう一人の私？そう、超変身物質は心の中のもう一人の自分。守るべきもののために強くありたいという自分自身を導いてくれる。かつてのそして今の私のように。新田四丁目事件。今世界では何かが起こっている。愛すべき人のために、守るべき家族のために、あなたにこの力を。神田桃、私と来てもらう。アマゾーナ。私の方が丈夫です。多分。あれくらいで済んでよかったです。
他の人には手を出させません。あいつも、あいつも、勝負はこれからですよ。部長の方が怖いですよ。出番ですね。うん、手ごわそうな感じですね。部長の方が怖いですよ。負けません。出番ですね。ちゃんと役はこなしましょう。この通り、会長ですよ。
オンステージです。まずは名刺交換でも。いや、戦いましょうよ。銀の力が私を変える。ノルマ完了です。デラゴンパンチ伸びろ。どうもありがとう。サインは後で。の野外アトラクション？にゃ、誰？ちょ、え、嘘！フェリシアちゃんだよ！ほら、神月さん、ねえ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 ！見ればわかりますわよ。はしゃがないでいただけませんこと？それにしても、なぜ周りに人がおりませんの？それにこの空気、まずいですね。あなた方、ここは危険です。避難してください。これはアトラクションではありません。なんか一番特撮ヒーローみたいな人がいるけど、ベラボーマン？かつて新田四丁目を救った超絶隣人。前に読んだ資料、私の記憶に間違いがなければ、あれは爆弾軍団のアンドロイド。ここ最近の魑魅魍魎騒ぎ、爆弾軍団、そしてベラボーマン、一体どうなっておりますの？さくらさん、一度引きますわよ。状況が不透明すぎますわ。いけないよ。ちょっと聞こえませんでしたの？聞けないよ。困っている人がいるのに相手の強さが分かんないから逃げ出すなんて。さくらさん、そんなのあの人なら絶対しない。その名前が出てしまったら、もう何を言っても聞きませんわね。
仕方ありません。庶民のあなたを置いて逃げ出すなど神月家の恥。お付き合いいたしますわ。さてと、この戦いで何か掴めるかな。次は本気でいきますわ。どこからでもかかってきなさい。あ、かっこいいですよ。このスーツのおかげですかね。丈夫ですよね。驚きです。これも私の仕事でしてね。負けられないのです。昔もそして今も。
いやあ、私も戦いたい。楽しみはすべて私のものです。神月の名を軽く見ないことですわ。出番ですね。24時間戦いますよ。おしまいですの？たわいない。
任せるんだ。俺から行く。ついてこい、ショム。その強引さ、ちょっと胸キュンじゃん。ほれほれ、わしをめでよ。そしてときめけ。たまに働いたと思えばこれか。では一気に受け流しましょう。まだ負けてませんからね。それはあなた自身が決めることですわ。その程度では話になりません。状況確認します。私よ、これはこれは。効率を重視。私ですか。
私が相手になります。おや、しぶといですね。してみましょうか。先に片付けられたくないなら、どいてろ。メガユキ、バレル！メガユキ、ヤッホー！メガユキ、ヤッホー！驚きの連続ですね。侮らないことですわ。品のない攻撃を。ですわね。
私が行く。地獄に落ちるがいい。今しいやつな。お待たせ。お前が私の相手か。お役に立つべく善処します。アイルメンエクソルト、アイルメンエフジーショット、エクソルト、アールドリエフジーショット。あたたたたた、暴力反対ですよ。Thank you.
行ってみましょう。私は逃げも隠れません。おじさんには答えます。まだまだ若いですって。やるぞ、ストーム。これで飯を食ってるんだ。負けはしない。行くか。なんか辛いことでもあったのか。